はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車でもプロフェッショナル2やっていきたいと思います。雷鳥37号ですね。大阪からどこまで行くんだ ?40 分ぐらいでね、終わると思うんで、どんどんね、金星つけていこうかなって感じですね。485系。金沢行き。電車駅どこまで行くんだろう。新大阪、京都、片田、あ、敦賀まで行くのかな。おお、結構芦原温泉。はい、まあこういう感じで。国鉄ですよね。国鉄時代の車両でいいんだよね。もういかにもね、特急っていうフォルムですね。あ、ちゃんと雷鳥って書いてんだ。1964年に登場して大阪金沢間を走行する北陸本線初の特急なんだ、うん、あ、36駅。新大阪は止まると。難易度4か、難易度4だからそこそこ難しいんだ。あれ、発車しないんだ。 OK、 ドア閉まる音がして、 OK、 大阪発車。制限60万だけど制限45っていうのもあんだ。契約無事取れました。ああ、よかったですね。契約無事取れましたか。制限60。今2月9日なんですけどね、ロッテのね、松永投手も無事契約を取れ、契約っていうか、まあ、FA して残留したんですけどね。制限65。まあ無事契約が取れましたね。まあ契約取れたといえば取れた。まあただ FA で残留したっていう。985m で隠し警笛がある。ちゃんとこれモノスプレート。第二兵卒進行。あれ、ダメだ。全然くれない。レベル4だとくれないの。第一兵卒進行。場内進行、新大阪停車、停止位置共通。山手線の駅で鉄道唱歌歌ってる動画ありましたね。東京神田キャバ、大御徒町、東京、うん、大御徒町、上のウグイスダニーとか、そんな曲、そんなのあったよね。また見に行ったら消されてたんで、ちょっと探せなかったから消されちゃったのかな。確か東京神田秋葉原御徒町、上のウグイスダニーって、なんかそんなのがあったね。新大阪停車、定着。グレート、いいですね。かっこいい車両ですね。30、京都まで行っちゃいます。はい、出発進行。新大阪発車。さあ何キロ出しましょう。40キロぐらいかな。加速が良くないね。加速があんま良くないからな。40、50キロくらいは出しておきたいよね。今日も JR 西日本をご利用くださいまして、ありがとうございます。この列車は特急雷鳥37号金沢行きです。金沢まで行くのか。場内鶴ヶ、 201系止まってる。 201系 止まってる。詳しい音が
ここは警笛もらえない。第三閉塞進行。進行。これ100キロぐらい出さないとまずいって。あ、207結構ないもん。第二閉塞進行。大丈夫これ全然間に合ってない気がする。第一閉塞進行。ちょっと遅く発射しなきゃいけなかったのかな、もしかして。場内進行。OK。1、2、3、4、5、6秒遅れてる。第二閉塞進行。次。引き締めついたか。引き締めか。第一閉塞進行。場内進行。はい。1、2、3、3秒。やばい。引き締め。第二閉塞進行。もう飛ばしまくんないとダメだったな。第一閉塞進行。ダイヤがおかしい気がするんだけど、場内進行。制限120っていうのがあるんで、燃料が通過3秒。疎通どこで120。第二閉塞進行。茨城失礼しました。90っていうのは、また難しいところだ。場内進行。制限時間90秒。そう、制限90。制限90。制限90。9はいいんだけど。第三閉塞進行。進行。ちょっと早いな。第二閉塞進行。これぐらいでちょうどいいのかな。ある程度ねボーナスも欲しいよね。第一閉塞進行。これ進行。であと20。薄いな。場内進行。制限120。制限解除。ベッツ飛んだ通過3秒。ベッツ飛んだ。制限115。制限解除。高槻も通過なのか。進行。それはまた珍しいね。30秒。第一閉塞進行。110でいいかなって感じはしますけどね。これぐらいでいいと思います。場内進行。高槻通過して、ダメか。1秒疎通。制限解除。制限解除。何の制限でしたのかな。進行。高槻を通過。次山崎。第5閉塞進行。山崎か。第4閉塞進行。進行。わかんないね。ここは難しいところなんだけど、中継進行。第三閉塞。落ち時間ないからね。
23、お、松尾タイガーと同じ背番号。ベスターズにね、松尾タイガーっていう選手が2018年のオフにね、戦力外になってね、登場曲がね、昨日より今日の自分を誇りに思うこと、人生は街踏んだり蹴ったりでここまで来たけれど、新たな試練が立ちはだかったとしても越えれない壁はことによって、これでワッティーズマイローっていう曲だと思う。山崎、おー、いいね。次に110っていうのもあったけど、あとね、IC 隊員のマイラエクソンタレントこの世界けど、まだ生きてる俺は俺だけの夢と日々を描く第2生徒の見放題、過去には戻れない、北折進め、自分次第で切り開いてない、第2生徒の曲もあった。グレートで8センチでしか、あ、運転免許。ここからどこ行くの？次はどこでしょう？あ、買った、あった、あ、あった、あった。
シャーメロディですね。0番線ドアが閉まります。33秒まで長嶋茂雄さんの背番号と一緒だ。まあ監督時代だけどね、現役時代は背番号3で、監督になってから背番号33になって、長いな。出発進行、京都発車。制限105っていうのがあるんだね。どんどんあのさらにもあんなところに立っててもね。どの電車に乗るんだって話だけど、金沢行き。あんまりね、スピードギリギリ狙ってもしょうがないんだ。どうしようかな。制限解除。キロも出せばいいのかな。もうタイトルビルだ、左側って。まあ、本当にあんのか。ないよね、タイトルビルに。しかないと思ってんだって。制限105っていうのがあります。何キロだろうな。やっぱ 100まで出さないとダメかな。制限105、100を出るうちに制限解除になりそうだけど。制限105、制限解除。90キロかな、この辺って。でも1秒ぴったりじゃないとくれないからね。3、ああダメ。まあ今頃制限解除、何の制限解除なのか分かんないけど、制限160なんてあんの。制限60。やっちまったよ。制限60。これは厳しいですね。ああ、注意って書いてるね。標識のトラップに要注意って書いてる。ちょっと見てなかったな。で、スピード落ちてるし。第二計測進行。なかなか参るね、これ。制限解除だよね。制限解除になった。スピード出るかな。第一計測進行。一応理論上110キロ出しないとやばいんだっけ。やばいな。あれずっと60キロ以上で行っててもダメなんだよね。限定食らうんだよな。1秒まで遅れる、遅れられる。たんたんスピード落ちた。エンツ西大津、これはやばいね。140キロ出してないとまずいんだけど、何合うかな。せっかくここまで行ったのにな。辛いよな。場内進行、進行。1、2、3秒か。やばいね。しかないな。片端までは特に速度制限ないんで、こんなことありますかね。ちょっとスピード出しすぎな気もするけど。比叡山坂本、比叡山坂本
ばいもんね。喋ってる余裕はないっていうか、やっぱ喋ってる余裕あっても最後喋ってないけどね。いやー難しいですね。こんな難しいんだね。あんまりゆっくり走ってるとね、ちょっとやばいから。20秒あるから大丈夫でしょ。もうちょっと慎重にやんないとまずいんでね。4、3、16秒になった。グレート、21センチ。お、清宮選手の背番号だ。次17駅、次はまた行っちゃいますか。出発進行、片田発車。いや何キロ走った。でも減点は食らいたくないからね。できれば減点は食らわない方向で行きたいから。制限解除。どうしようか。80キロかな。第一計測進行。全然喋ってる余裕はないかもしれないねこれね。もう清宮選手の背番号だって言ってるのがいっぱいいっぱいだ。場内登場曲スターウォーズのあれあったよね。清宮選手ね。でてててなふな言えるなんか鼻歌では言えないけど口ではちょっとメロディーが出せないけど。
ちょっと見通し次かなと思ってましたね。人口出し過ぎた方がいいんだよな、近江バイク。近江バイク OK でもないけど8秒しかないからな、下手に狙いに行ってな。第1ペース人口近江高島北、次北小町あと20秒ですね。気持ちの結果場内ちょっとスピードを落としまして、北小町通過515m で出る直前で少し低い時があるけどね。
家門もありますね。3秒そうですね。190メートル長原も通過。財産計測進行。890メートル一応確認できあるけどね。第2計測進行。隠し的だったんだ。800メートル。第一計測進行。ちょうど10秒。本当に10秒。100か。まあじゃあ、あまりスピード出しすぎてもしょうがないな。進行。だいぶ手前で鳴らされダメなのじゃあね。3秒そうです。
かちょっとヒヤヒヤしたけど、でもこれ100点取れなきゃね、この動画ボツになっちゃうから、ちょっと厳しいんだよね。ちょっと待っておきますか。であと15秒か。到着。まあでもクリアできたんで、はい、という感じでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。電車でGO! プロフェッショナル2。